してくれました。世界を制するにも遠い未来のことではないでしょう。日本が生んだスーパースター、錦織圭。本日のオンコートインタビューはワウワウテニス中継のナビゲーターなどでもお馴染みです、フローランダマニーさんにお願いしたいと思います。ダマニーさん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日は東日本大震災復興のチャリティーイベントのためにわざわざマイケル・チャン選手がアメリカから来ていただきました。そのチャン選手はどんな思いでこのイベントに参加してくださっているのか、それとオープニングワードを伺いたいと思います。Michael, I was saying that we're very glad to have you here. We know you're coming here just especially for this event. Could we have a few words from you to start? Well, I think, obviously we're all very saddened with the tragedies that have happened in Japan with the earthquake and the tsunami. So we certainly at home and in the United States have also, felt a lot just watching the events unfold on the TV, and all of us are very saddened. So.まずはもちろんそうですね、私たちは、私はアメリカにいながら、震災のこと、そして津波のこと、もちろん報道されまして、とっても悲しく思いました。そういう気持ちを分け合うこと、大事だと思いまして、ここに来ました。 I think we're all, reminded very much so, the frailty of life and, how important it is to, to love one another and be able to support and encourage one anotherお互いを愛すること、そしてお互いを支持、サポートすることの大切さ、愛の大切さ、私は本当にこの震災、津波のことを拝見しまして、再び痛感しました。So for me to, to be here today, playing in Tokyo and Ariake, it's really an honor for me to, to be here today, so thank you very much. とにかくこのイベントのためにここ東京の有明、この試合に出場すること自体は本当に光栄に思っていまして、とても楽しみにしています。よろしくお願いします。では錦織圭選手にもこのイベントに向けての言葉をお願いしたいと思います。そうですね、まだ、震災があって、まだまだこう幸せな生活に戻れてない、人たちがたくさんいる中で、僕たちはこういう機会を通して少しでも支援ができればいいなと思って、今日はやりたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは本日の大試合、錦織圭選手対マイケル・チャンのドリームシングルがいよいよスタートします。よろしくお願いします。さあ、それではここで本日の試合予定をご案内しておきたいと思います。こちらの第1試合ドリームシングルスの後は、先ほどお伝えした通り車椅子テニス世界ナンバーワン国枝慎吾選手と鈴木孝夫選手のミニトークショーにプログラムを変更させていただきます。次に錦織圭松岡修造ペア対マイケル・チャン鈴木孝夫ペアによるドリームダブルス、ジュニア選手が錦織圭選手へ挑戦するドリームチャレンジ、そして錦織圭杉山愛ペア対松岡修造クルム伊達公子ペアという夢の組み合わせによるドリームミックスダブルスと
まさに豪華な対戦が目白押しとなっております。ぜひご期待ください。それではこれから試合を行う選手を改めてご紹介いたしましょう。まずは審判台に向かって左側、マイケル・チャン。マイケル・チャンさん、1972年生まれの39歳、1989年に全仏オープンで17歳3ヶ月というグランドスラム大会男子最年少記録で優勝。ちなみにこの記録は未だに破られていません。日本では95年に成功スーパーテニスで優勝を果たしています。俊敏なフットワークとファイトあふれるプレーで ATP ツアーシングルス通算34勝、世界ランキング最高2位という輝かしい成績を残して2003年に引退されました。その後はチャンファミリー財団を設立して、さまざまな慈善事業を行ったり、チャリティーイベント、そしてシニアツアーでも活躍されていらっしゃいます。さあ、そして審判台に向かって右側、錦織圭。錦織圭選手は1989年生まれの21歳、ということはマイケル・チャンが全仏を制した年に生まれたのが錦織圭選手ということですね。今年10月には松岡修造さんが持つ世界ランキング日本人選手最高位を19年ぶりに更新。さらに記憶にまだまだ新しいところですが、先日のスイス室内では世界ランキング1位のノバク・ジョコビッチに勝って世界ナンバーワンを倒した初の日本人選手となりました。最新のシングルス世界ランキングは25位。今後も世界の頂点を目指してさらなる飛躍が期待されます。さあ、そしてこの試合の主審を務めていただくのは、かつてはアジア最年少で国際テニス連盟の国際テニス審判資格を取得し、グランドスラム大会やデビスカップ、エドカップなどの公式、国際公式戦の審判を歴任。現在は楽天ジャパンオープンのトーナメントディレクターも務めていらっしゃいます川手直弘さんにお願いします。よろしくお願いいたします。はい、山田さん、その川手さんに少し話を伺いたいです。川手さん、まずこの人数なんですけれども、ほとんど今日はフルハウス超満員なんですが、今日は特別なアナログチャレンジが用意されているらしいんですけど、これいかがなんでしょうか。そうですね、今回はですね、ドリームテニス有明限定ルールとしまして、本当だったらこのスクリーンにチャレンジが出るんですけども、今回チャレンジありませんので、錦織選手がチャレンジと言いますと、お客様とですね、一体型の、体感型でですね、お客様の拍手によって、これ決定したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。 And justTraining, I'm explaining to Michael there is no challenge system today because the screen is not on, but if you want to challenge a goal, you can.
And it will be the public, that all the people that are here, that would actually tell you if the ball is in or out. So you have three challenges today. さあ、ということで、スペシャルルールも盛り上がったところで、ガーテさん、ムシンは2000年のシドニーオリンピック以来となる、主審として、この審判を務めてくださいます。ちなみにこの試合は8ゲーム選手、8ゲーム選手で実施いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ということで、まもなく第1試合のドリームシングル、開始ということですが、ユニークな提案もね、カーテンさんから来てました。本当ですね。楽しいです。最初は誰がチャレンジを ね、そうですね、するのか、どういう形でチャレンジするのか、ね、どういうアピールで、楽しみですけど、ダラディさんは、まあ、ワウワウのね、ナビゲーターとしておなじみですが、やっぱりマイケル・チャンは本当に今後この場で見られるからね、本当に幸せですね。私も育った80年代のパリで彼の89年の優勝も拝見しましたけれども、言わないといけないのはそのチャン選手は本当に皆さんご覧の通りフィットしていて素晴らしいテニスをしているんですけれども、彼はシニアツアーで現在活躍していて、実は来週からアメリカに戻りまして、ピーツ・サンプラスとかジーム・クリエ、ジミ・コナーと試合をするんですね。チャンピオンズシリーズというツアーなんですけれども、6週間にかけて毎週高いレベルのテニスをされていますので、今日は侮れませんですね。そういったね、本当レジェンドたちとまだまだ相まみえているね、そんなマイケル・チャンがどんなパフォーマンスを、ね、錦織圭に対してなんですよね、楽しみですね。今日はそのサーブ練習の最後 の、ね、2分と今川田さんに言われましたけれども、チャン選手に昨日話を聞きましたら、現役時代以上に今サーブは速くなってます。記録出してます、209キロ。現役の時には出せなかったらしいです。まあ、今日はそれが打ってくれるか分かりませんけれども、すごい、じゃあまだ進化は続けてます。すごい、それはじゃあね、もしかしたらかつてよりもすごいマイケルちゃんが見られるかもしれない。ワンミリットですね。さあ、ワンミリットという声がかかりました。まあ、それに対するのはやっぱりね、日本の本当に揺るがないエースとなった錦織圭選手です。はい。本当に先日もね、世界ナンバーを倒したばかり。やっぱりこれはその実力をね、その日本のファンの前でしっかりと示してほしい。はい、実は世界各国の新聞で、圭選手の記事がありました。イギリスでもフランスでもジョコビッチを破った時、そしてフェデラーとの決勝の後の大きな記事がありまして、日本人選手はこういうふうに大きく扱われることは本当に幸せだと思っていました。で、実は錦織選手は初めて今回のイベントでマイクチャン氏に会いました。なんかもしかしてアメリカではこれだとか、なんかその交流とか一回一緒に練習したことがあるのかなと思われるんですけれども、初めてですよ。初めて、もう初対面、はい、初対面でこの舞台ができるんですね。幸せですね。さっきプロフィールでもご紹介しましたけど、ね、全仏を制した1989年に錦織選手は生まれてる。そう、マイナス半年でしたね。まだ生まれない。そうです、まだ生まれない。だからね、本当そういった意味でもなんかすごい奇遇というかね、その時間の長さも感じるわけですし、そういったレジェンドと初めて会って初めて相まみえるというね、今日の試合本当に楽しみにしたいと思います。はい、いろんな小ネタも披露してくださってますが、マイケル・チャンさん、それのパフォーマンスも含めてぜひ楽しみにしたいと思います。First eight game match.
ケニシコリトゥセブ。はい。15:30Michael Chanterson.
ゼリオン。男子ダブルズがありますのでよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ラピティン。マイケルチャン選手がチャレンジいたしました。チャレンジ by マイケルチャン。はい、マイケルチャン選手のボールが入ったと思う方、あ、ごめんなさい、西郡選手のボールが入ったと思う方、拍手お願いします。アウトだったと思う方、拍手を。アドバンテージ、チャン。
Yes. The advantage is scoring.14-15.
現像。15-30
イケル・チャン選手、今のサーブ入ってたんじゃないかということですけども、入ってたということであれば、皆さん拍手お願いします。レッドフルサーブ。そしてラテキミコ、杉山愛選手も3人もアジアのテニスを引っ張っていたんですけれども、再びみんなここに東京に
いらっしゃるのは私は幸せだと思いますが、いや本当にこういうような、ね、機会を作ってくれて、私自身もまたマイケルと今日ウォームアップしてもらったんですけれども、打てて光栄ですし、また錦織圭君も今ねもうすごく勢いに乗って素晴らしいテニスを見せてくれる、そういった勢いに乗った系と一緒に今日ダブルスを組めるというのは私自身も幸せです。その錦織圭選手は本当にこれからアジアのテニスの、まあ、リーダーであってほしいなんですけれども、ジョコビッチ戦とかフェデラー戦はご覧になりましたか？最高でしたね、しびれました。テレビの前で、まあ、ファンのようにもうぐっと手をね、もう神頼みみたいな感じにしてましたけど、本当に素晴らしいテニスを見せてくれて、まあ、ただ実力ももうそこにあるなというのを感じました。ありがとうございます。後ほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。Time. Fifteen all. Deep point.
暫定チャンプ。
13ラン。
Corey leads 7-5.
長手錦織。はい、ありがとうございます。本当に楽しかったです。今日はすごく楽しい試合をやらせていただきました。まあ、ましてこういうチャリティーイベントのために試合をすることは一つの大きな意味付けだと思っています。で、何より本当にこれからアジアのテニスを背負うでしょう。錦織圭選手と試合をすること、初めての試合は本当に幸せでした。まあ、彼はますますこれからパワーを発揮すると思いますけれども、私も彼のテニスを応援したいと思います。その錦織圭選手に話を聞きましょう。立ち上がりからすごいリズムでしたけれども、どうでしたか？楽しかったんですか、それともちょっと最初緊張しましたか？いや、楽しかったですね。いや、でも正直びっくりしてます。まあ、失礼かもしれないですけど、この年になってこれだけプレーアントランスレーズアントラ、本当にこれだけのプレーができるっていうのは本当才能もあるし、あと体も本当ふくらはぎなんかも
すごいんですよね。それがもう本当にびっくりですね。Michael K was saying that he doesn't want to be rude, but he was quite impressed by the level of play from the beginning. He says that your body hasn't changed, even you maybe became stronger, and he